皆さんこんにちは。シティハウス武蔵野ニュースの時間です。本日は子育てに関するニュースを取り上げますので、子ども部屋からお送りいたします。では本日のトップニュースです。東京都が発表している都内の保育サービス利用状況によると、令和3年4月の時点で待機児童数が0人だった市区町村の数は26、約4割の市区町村で待機児童数0人を達成していることになります。武蔵野市の認可保育事業所定員と待機児童数の推移を見てみましょう。武蔵野市の待機児童は平成26年の208人から年々減少し、6年目となる令和2年で0人を達成しました。今年も0人でしたので、2年連続0人を達成していることになります。そして定員数は今年までの7年間でなんと2倍にまで増加しました。定員を大幅に増やせた要因として、武蔵野市の積極的な認可保育所の新設と既存の認証保育所の認可化移行があります。平成30年の新設5園を筆頭に、毎年100名近い定員の増加と、近年は既存の認証保育所の認可化へのサポートを拡充することで定員数の増加へとつなげております。令和3年度も約8300万円の予算を組み、引き続き支援を行っていくようです。次に武蔵野市の保育施設を見てみましょう。武蔵野市内には認可保育所が37箇所、認証保育所が11箇所、小規模保育、家庭的保育室、事業所内保育がご覧の通りございます。ここからは三鷹駅にフォーカスします。三鷹駅北口徒歩15分前後の範囲には認可保育所が9箇所、認証保育所が4箇所ございます。さらに三鷹駅は南口が三鷹市となり、駅徒歩5分以内に認証保育所が8箇所集まっており、こちらも合わせて利用することができるため選択肢が多いのが特徴です。では認可保育所を一つずつご紹介していきます。アリンコ保育園、三鷹駅北口より徒歩5分、三鷹駅から最も近い認可保育園。日当たりの良い南向きの園庭と玉川上水に近い立地を生かした自然豊かなお散歩コースが魅力です。園のホームページには可愛らしいお散歩マップが載っています。中町すみれ保育園、三鷹駅北口より徒歩10分、駅前の中央大通り沿いにある保育園。認証保育所として開設され、平成31年に認可保育所に移行しました。季節感を大事にしたぬくもりあふれる制作活動で子どもたちの想像力を育む造形制作や、食卓に上るような身近な植物を育て収穫体験を行う食育に力を入れています。聖果第二保育園、三鷹駅北口より徒歩10分、異なる年齢の子ども同士が生活する中で社会性や協調性、思いやる気持ちを育む異年齢保育が魅力です。健康体操やリトミックに関しては専任講師を招いて行っています。むくむく未来保育園、三鷹駅北口より徒歩10分、令和2年に認可保育所に移行する際に校舎を新設したため、新しく綺麗な室内設備が魅力です。海外に姉妹園があり、ネイティブ講師による英語レッスンに力を入れています。町の保育園吉祥寺、三鷹駅北口より徒歩10分、レンガ造りのおしゃれな建物の中には地域との交流を大切にするコミュニティスペースがあり、近隣にある小学校の1年生と定期的に交流を行うなど、地域と一体となった保育を行っています。聖果第一保育園、三鷹駅北口より徒歩12分、成蹊通り沿いにある3階建ての保育園。屋上には幼児用のプールや景色の良い園庭が広がっています。建物3階は広々としたホールとなっており、リズム遊びや体育遊びなど様々な行事を行っています。西久保保育園、三鷹駅北口より徒歩13分、昭和28年開設と歴史のある保育園。園内には創立以来少しずつ増やしてきた本が1000冊程度あるひよこ文庫や、4歳児クラスの園内お泊まり保育、5歳児クラスの園外お泊まり保育など、他の園ではあまり行っていない行事が魅力です。ミヤヘルサ保育園響き武蔵野西久保、三鷹駅北口より徒歩14分、令和3年認可保育所に移行したタイミングで校舎を新設した保育園。
園庭には芝生エリアを設け、室内は木のぬくもりを感じられる綺麗な校舎が魅力です。武蔵野赤十字保育園、三鷹駅北口より徒歩15分、落ち着いた低層住宅エリアにある保育園。令和2年に大規模改修工事が完了し、明るく綺麗な保育室にリニューアルしました。杏林大学医学部の学生の協力のもと、5歳児を対象にぬいぐるみを患者に見立てた模擬受診を行うぬいぐるみ病院が特徴です。保育所以外にも、これから出産をされる方や幼児を対象とした支援サービスも充実しています。妊娠5ヶ月以上の方を対象に、出産後の育児をイメージできるよう実際の赤ちゃんを見ながら交流するプレママの広場、0歳から1歳3ヶ月までの親子が集まる赤ちゃんの広場、0歳から3歳までの親子が大型遊具で遊べたり、さまざまなイベントを行ったりしている施設0123事業など、知れば知るほど魅力を感じる支援がたくさんあります。では最後に、本日ご紹介しました武蔵野市アドレスとなる新築分譲マンションをご紹介いたします。物件名はシティハウス武蔵野、地上16階建て、総戸数162戸、70平米台中心の住友不動産が送る大規模レジデンス。まずはオンラインにて物件のご紹介を行っておりますので、ぜひご参加ください。以上、シティハウス武蔵野ニュースをお伝えしました。